はい、こんにちは。日曜日です。ちょっとビデオの明るさをちょっと調整しますね。ちょっと暗かった。こんくらいかな。自分は白い洗面器に入れた時はちょっとですね、明るめに撮った方が金魚が綺麗に映るのかなと思って、ちょっとね、背景に明るめの色が好みです。で、今日ですね、日曜日、昨日ですね、子供ちょっと遊び連れて行ったんですけど、夜にちょっと熱が出ちゃって、もう遊び行くのも今日は、きついなということで、日曜日急遽ね、お天気いいんですけど、もう家で、ぼーっとしています。で、その中で何しようかな、暇やなと思った時に、ドラゴンスケールランチューの、もともと、明け2歳なんですけど、売れ残りの子たちですね。この子たち、売れ残りの子たちなんですけど、今年の2月とか3月に、売りさばいていた、子たちの売れ残りのドラゴンスケールランチューですね。まあ、残っちゃったんで、自分でちょっと食わせ込んで、大きくしてみようかなと思った、子たちです。こうやってですね、よーく見た、こう、背中にちょっと、ボコって、ちょっと角のようなものが入ってね、ちょっと奇形型の子もいるんですけども、まあそういう形で何かしらの、ちょっとね、気になる点があって売れ残っちゃったのかなと思って、当時ですね、売れ残ったというかちっちゃかったんですよね、当時この子たちだけ特別。やっぱちっちゃい子って売れないんで、で、ただ成長が遅いだけで、形はね、良かったのに、あら抜かれていかないなと思ってたんですけど、そういう子たちを育てて、ちょっとミックスランチューのところに入れてたんですけども、ちょっとですね、この子たち、多分ですね、ちょっとここ一週間で半分ぐらいに減ると思います。なぜ減るかというと、多分ちょっと死ぬんじゃないかなと思います。で、もともとですね、ここのメンバーにはですね、あと5匹ぐらいの子たちですね、プラス5匹ですね、一緒に飼育してた子たちが、まぁ、ちょっと噛み継ぎ身に飼育してたんですけども、ちょっとその5匹の子たちがですね、ここ1週間でポツポツ、星になってしまいました。死んでしまいました。で、原因が全くわからなくて、もうすんごい綺麗な形。なんか、おぐされとか、白点とか、なんか変な感じで死んでるんじゃなくて、もう朝方ですね、もうブカーっと産んでて、体はめちゃくちゃ綺麗なんですね。全くその原因がわかんないんですね。多分内臓系のなんかだとは思うんですけど、それでちょっと今週一週間立て続けに死んでいた。これはもうまずいなっていうことで、ちょっと環境を変えてみようと、もう丸々水槽を、リセットして、今お引越ししてる最中なんですけど、こうやってですね、まあ元気じゃないですか、今。動画で見てても。翌朝ですね、一匹二匹とですね。死んでいくんですよね。たまにあります。2年に1回ぐらいですね。この春の時期に全く原因不明で、1匹ずつ、2匹ずつ星になって、くる、ことがあるんですけど、本当に綺麗な体で死んでくれるので、原因が全くわからないという、一番厄介な病気なんですけども、とりあえずまあ自分の対策としては、もう飼育場のフルリセットですね。リセットどころかお引越しですね。使ってた船も使わない。その船はちょっと一日、しっかりイソジンで消毒して、半日天日干ししてね、天気のすごい日に天日干しして、ほんと購入当初に戻す。綺麗にも磨き上げて、で、まあ次の、ね、船で使うんですけども、そんな風にしても、極力ちょっと直近では使わないようにしてる、船です。で、この子たちもですね、多分ですけど、あと一週間、今週一週間で、ぽつりぽつりと一匹、二匹と、もしかしたら減っていくかもしれないです。こんなに元気なんですけどね。こんなに元気なんですけども。ちょっとその前に最後のあがきで引っ越しと同時に、ちょっとまあ横見水槽を久々作ってみようかなと思って、遠目の水槽にお引越し、することにしました。
ちょっとね、今が何匹かな ?1,2,3,4,5,6,7。7匹いるんですけども、多分、ぽつりぽつりと、死んでいくんじゃないかなと、予想されます。で、残った、強い子だけがですね、3匹4匹ぐらい残って、もう残ってね、今から1ヶ月ぐらいね、命繋いでくれれば、あとはもう元気にですね、夏、秋、冬と、そして来年へと持っていけるんですけど、この時期ですね、ほんともう原因不明で、たまにあるんですよね、こういうことが。一番困ります。原因がわからない死なれ方っていうのが一番もう頭悩ませるんですけど。そんな感じで、ちょっと横、ちょっと嫌な話でね、日曜日、ゴールデンウィークの日曜日なんですけど、嫌な話ですいません。ただこういうね、失敗談とかも、ちょっと動画の方に残していきたいなということで、今年春の一番のトラブルですかね。自分の中では、現在進行形で、あります。この子たちですね。でも柄はね、綺麗なんですよね。死んでほしくないんですけど、こういう僕好みの、ちょっと、出雲南京チックな色で、朝食とかしてないですよ、もちろん。朝食とかせずにこういう色合いの子も作ったし、ちょっと、かなこっぽい、うろこの子ですね。こういう子たちを、飼育しています。まあ、半年ぐらい飼育して、この子たちはもう、販売に回そう。半年ね、生きていればもうバッチリね、強い子だけが生き残ったっていうことで、半年、今年の秋にですね、ちょっと販売会にでも回そうかなと思うんですけど、まあ、それまで生き取ってくれるかどうかは、わかんないです。まあ、これ、スワカもね、かっこいいですよね。黄金色みたいで。かっちょいですよね。まあ、そんな感じでちょっと透明水槽に、入れていきたいなと思います。で、今日すごく天気晴れてるんで、で、自分透明水槽の、一番好きなのは黒バックですね。黒背景なんですけど、もう、60センチの水槽をもう準備してるんですけど、日中はですね、やっぱ黒い背景のデメリットとして反射がすごいのであんまり撮れないんですけど、夜ですね、ライト当てるとすごく綺麗に動画が撮れるという水槽なんですけども、結構おすすめの水槽です。黒い背景紙を貼らなくてもそもそももう内蔵されてる、もともと黒い背景がガラスにくっついてるやつをですね、購入してるんで、ペラッと黒い背景紙が剥がれることのない、水槽を使ってます。横が60センチの、あと35-35の規格の水槽ですかね。水量はあんまりないんですけども、ちょっとその水槽を使っていきたいなと思います。で、この子たちに関しては本当はですね、もう治療に入らなくちゃいけないんですけども、まあ、これがですね、やっぱヒーターの数にも限りがあるので、ちょっとこの子たちはそこまで自分もあんまり思い入れのある金魚じゃないというか、まあ、ちょっと頑張って生き延びてくれっていう感じの子たちです。まあね、しっかり太陽光を浴びて、なんとか立ち直ってほしいなという思いはあるんですけども。まあ、なかなかですね。本来ならば、自分は、こうなったらですね、まず水温差をなくします。日中の水温差をなくして、水温をですね、まあ、最初はもう26度ぐらいまでですね、少しずつ持っていって、それでもまだ死ぬ連鎖が止まらなければ30度近く持っていってっていう感じで、自分はもう全く原因不明の時はですね、治療しています。で、もう、なんでそういう水温の上げ方をするかっていうと、もう原因が分かんないからですね、もう金魚の体力でもう菌をやっつけてくれっていうことで、水温を上げることによってもう金魚は活性化してくるからですね、泳ぎも、激しくなって、まあ、体の中で戦う力もね、なんか増えてるような気がするので、ちょっと水温を上げているんですけども、なかなか、今現在、20度、夜間になると15度ぐらい行くんですかね。そういう状況の中で、なかなかしっかり菌と戦えない、時期なのかもしれないですね。寒暖差が激しくて。そんな感じで、暇なんで日曜日動画撮ってるんですけども、ちょっと水槽に、移動したいなと思います。という感じで、透明の水槽にですね、久々、
導入しました。で、先ほども言ったように、黒い背景紙の、まあ、綺麗なんですけどね、綺麗な水槽なんですけど、こうやって晴れた日中はですね、もう反射しまくって、後ろの背景がね、スコップとか、ブラインシュリンプ深きとかですね、そういうのが映り込んでるんですけども、ちょっと日中はですね、まあ人間の目で見たら綺麗なんですけども、動画で見る限りですね、ちょっと汚いというか、もう反射しても何が何だか、わかんないっていうような、状況の水槽に、なってきますけども、またいつか機会があったらですね、夜ライトアップして、動画の方を公開したいなと思います。こんな感じで、ありがとうございます。